皆さんこんにちは。こんにちは。マネアンデュー TV の頼藤大輝と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、はい、スマホ料金の最新比較表で乗り換え&プラン見直し、イエーイ。はい、最近ね、大手三大キャリアがね、もう揃って格安プランをね、発表しているということで盛り上がってますね。盛り上がってますね。どれ選んだらいいかわからない。そうそう。まあ、従来から、格安 SIM っていうのがあって、はい、まあ、通信費引き下げのね、まあ、王道だったんですけれども、ここに大手キャリアが引き下げしてきましたから、じゃあどうすればいいんだっていうのをね、今日は皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい。はい、というわけで早速ですけれども、比較表を用意しました。こちらです。はい、じゃん。はい、赤が NTT ドコモ、はい、でね、オレンジが au 系、で、まあ、グレーがソフトバンク系ということで、ピンクが楽天モバイルですね。はい、で、まあ、赤のところにアハモというのがあります。はい、でこちらね、はい、あの税込みの価格表示にしております。はい、アハモは 20GB まで2970円と、安いですよね。安くしてきましたよね。はい、で、ポボ、au はポボなんですけども、これは2728円ってちょっと安いんですよ。はいはいはい、よりもね、そっちも安い。はい、でソフトバンクは LINE もというのがあって、それはですね、 LINE モバイル、そう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 、 LINE モバイル、あ、もういいです、もういいです。はいはいはい、失礼します。はいはいはい、まあ、よくね、 CM 今打ってますけども、やってますよね。はい、まあ、 LINE もが2728円ということで、はいはい、そしてですね、第4のキャリアを目指すとしてスタートした楽天モバイル。楽天ね、そう、これはね、あのデータ使用量が 1GB まであれば、であれば0円ということで、ついに0円まで出てきてしまったということなんですよね。でこうやって見ると、あ、じゃあ格安のねプランに変えた方がいいんじゃないかなって思うじゃないですか。思いますよね、一見ね。そうそう、ただね、やっぱそこにはちょっと落とし穴があって、オンライン限定というのがあるわけですよね。まあ、そうじゃないとなかなかね、ここまで安くできないのかなと思いますけどね。オンライン限定っていうのはオンライン申し込みですし、オンラインだけでしかサポート受けられないんですよ。だから電話とかでできないんですよね。だからそういうのを踏まえて、じゃあどうすればいいのかっていうことなんですよね。はい、でそこを一緒に考えていきたいんですけども、はい、乗り換えのプラン見直しで考えておきたい3点としまして、まず1つ目が、乗り換えのタイミングはいつかということですよね。これね、結構悩む人多いんじゃないかなと思います。で結論先に言います、はい、4月以降で OK ということですね。もう3月に慌ててやるっていうよりは、一応様子を見て4月でいいと思いますし、あと今後新たに有利なプランが出てくる可能性低いのかなというところなので、まあ、4月とか5月でいいんじゃないかなということです。なるほど。でちょっと様子を見て、いろいろ出揃ったところでってとこですかね。そうですね、で、あの解約金にはちょっと注意が必要なんですよ。はい、というのは、あの2019年の10月に9500円から1000円に、あの変わったんですよね。そうですよね、だいぶね。ですけれども、ドコモの場合は、2019年9月30日までに、2年契約した場合っていうのは、次の更新月まで待ってから新料金プランに変更しないと9500円かかってしまうということなんですよ。これ要注意ですね。そうなんですよ。例えば2021年6月に更新月を迎える人が4月に新料金プランに変更するっていう場合には、9500円払っての変更になってしまうなので、なるほど、待ってからということなんですよね。だってこれドコモだけなんですよ、こういう落とし穴があるのはね。ドコモだけ。そう、じゃあ要注意ドコモ。はい、はい、で2つ目なんですけども、実店舗や電話サポートなしで自力設定可能かということで、はい、はい、あの申し込みからサポートまでオンライン限定なんですよ ね。そしてあのキャリアメールがなくなるんですよ。あのドコモ .ne.jp のアドレスが使えなくなりますから、そういうメールを使っている場合には外部メールサービスが必要になるということですね。なるほど。はい、でただね、格安スマホの UQ モバイルとか Y モバイル、楽天モバイルであれば、実店舗でもね相談できますし、電話でも相談可能ですので、オンラインがきついなっていう方は、格安の、ね、モバイルの方がいいんじゃないかなということですね。なんか私もどっちかっていうと、こうオンラインきついな派なので、そう、ちょっとこっちの実店舗がある方がいいかな。ね、やっぱりちょっとね、ここの様子を見たいなっていうところなんですけども、今3月で結構殺到してるそうなんですよ。まあ、それでパンクするから、3月の様子はあまり参考にならないかもしれないので、まあ、4月でね、
どれだけオンラインで対応してくれるのかっていうのを様子を見てから5月とかでももしかしたらいいかもしれないなということですね、うんうん、はい、はい、で最後ね、経済圏を考えるということで、まあ、あのドコモ経済圏とか楽天経済圏ね、こういったものを活用していると、うんうん、ポイントの、ね、還元があったりとか、はいはい、値引きがあったりします、うん、なので経済圏を活用してるんだったら、はい、そこに、まあ、合わせようということですね、うん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 、例えば ね楽天モバイルを利用すると、うん、はい、楽天の SPU ですね、はい、スーパーポイントアッププログラムの対象になりまして、うん、はいはい、楽天市場で買い物をした時に得られるポイントがプラス1倍というのがあったりします、うんうん、はいはい、なので、まあ、経済圏を活用しているんであれば、うん、その中で格安プランに変えるというのが、まあ、一つ手なのかなということですね。そうですよね、やっぱポイントすごい貯めやすくなりますもんね。そうそうそう、うん、ということですね、はい、はい、というわけで改めて比較表を見ますけどもどうでしょうか、うん、いやー、なんかこうやって見るとやっぱ今までのプランって本当高かったんだなっていう気はしちゃいますよ ね、やっぱり3000円近くね、安くなってますから、はい、まあ、年間だと3万6000円で結構大きいですよね。大きいですよ、で結構固定費ですからね、この携帯代っていうのはね、うんうん、はい、うん、で結構これ見て使ってるのはどれが多いかなっていうのはありますか。周りの人たちを、うんうん、まあ、聞いていると最近あの UQ モバイル使ってる人多いなっていう感じがすごいしますね。ね、CM 豪華ですよね。ね、ガキョンとかね、ガキョンとかガチャピンムックとかで ね、華やかで、で結構目にする機会多くないですか。多いですね。あ、またやってるみたいな。そうそうそう。だからかなり CM にお金入れてるってことは、うんうん、まあ、勢いがあるのかなっていうイメージもありますよね。そうですね。はい。というわけで結論にね移りたいと思いますけれども、はい、結論、はい。大手キャリアでプラン変更した方がいい人は、はい、経済圏を活用している人、うんうん、そして申し込みからサポートまでオンライン限定でも OK な人は、はいはい、まあ、積極的に変更しようということですね、うん、そうですね、うんうん、はい、そして格安スマホに、まあ、変更した方がいい人ということで、うんうん、経済圏を利用していないけれども、うん、通信費を下げたい人、はい、そして実店舗や電話でのサポートが欲しい人っていうのは格安スマホに変えましょうということですね、うん、はい、で総合的におすすめしたいのは今出てきました UQ モバイルです。あ、ちょっと深キョンのファンとかそういうこと、まあ、まあ、綺麗で ね、可愛いと思いますけどもね、はい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 、まあ、あの繰り越しプラン S っていうのがね、うん、あったと思います。あれ税込み1628円なんですけども、はい、うんうん、その安さで、ね、利用できまして、うん、はい、でかつ余ったデータ容量っていうのは翌月に繰り越せるんですよ、うん、はいはいはい、そう今ね結構おうち時間が増えて、うん、Wi-Fi がねで使うことが多いと思うんですよ、うんうん、だからデータ容量を使わないってこともあると思うんですよね。そうですね、 でそれを翌月に繰り越せるってことはいいことじゃないですか。結構お得。そうそうですね、はい、でただね通話を重視するんだったら、うん、Y モバイルの方がいいということですね、はいはいはい、誰とでも定額のオプションをつければ10分以内無料、そしてスーパー誰とでも定額っていうのをつけると24時間国内通話が無料ということなので、うん、はい、まあ、あの電話回線でねこう電話したいんであれば、うん、あの Y モバイルの方がいいよということですね。そうですね、うん、まあ、あの UQ モバイル本当にあの使ってる人がこう多いなって周りでも思うんですけど、うんうんうん、あの通信環境も全然安定しているし、うん、あの大手キャリアを使っていた時と全然あの遜色ないっていう意見が多いなっていうのがあるの で、うんうん、 ね、はいはい、それも人気の理由なのかなとは思いますよね。そうですね、で、うん、2021年には 5G にも対応する、はい、ということなので、うん、はい、使いやすさはね、まあ、大手キャリアとも変わらないということなのかなと思います。はい、はい、というわけで、はいはい、今回はいろいろとね格安スマホが出て格安プランが出てということで比較してきましたが、うん、はい、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。はい、はい、まあこの情報を聞いてねふーんで終わってしまったらやっぱ結局何も変わりませんので、はい、ぜひ行動に、まあ、つなげていただければと思います。はいはい、こんな感じで、マリアンヌ TV ね、どんどん情報を配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。僕たちツイッターやっております。はい。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何かしらつぶやいてます。はい。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。See you! Thank you.